たいと思います。皆様ビッグな拍手でお迎えください。株式会社リンクウェルです。皆様拍手どうぞ。ではこれからですね、えーはい、Q&A そしてこちらのピッチもそうですけれども、えー、5分となりますのでよろしくお願いします。はい、ます Are you ready? はい。Here we go。お願いします。リンクウェルのヒグマと申します。でうちの会社はですね、あのテクノロジーを通じて医療を一歩前へということをミッションにしている会社でして。 でメンバーはですね代表がもともと医者でマッキンゼーに来てそこでヘルスケアのプロジェクトを一緒にやってた山本と私をはじめとするビジネスメンバーと友田をはじめとするエンジニアメンバーであの計十数名でやってる会社です。であのヘルスケアのスタートアップって世の中にいっぱいあると思うんですけれどもうちの会社が何をしているかと言いますと医者の方とがっつり組んで現場に入り込んでビジネスの考え方とテクノロジーを入れて一からスマートクリニックを作ってるという会社になります。 で日本のクリニックっていうのはですねあの10兆円規模の市場で営業利益率もかなり高いとで市場的にはすごい魅力的なんですけれども皆さんがクリニックに行かれてすごい満足してますかというと必ずしもそうじゃないんじゃないかなというふうに思ってます予約が取れなかったり待ち時間が長かったり現金のみの決済でまあ、どこか球体依然としてるというかですね今の時代にこれなんですかというふうに感じられる方が多いんじゃないかなと。 でそれもそのはずで日本のクリニックっていうのはもう大半が個人経営ですと。で開業医の方も50代以上でですねで患者も50代以上と。でそういうところにですねいくらいいテクノロジーができましたよって言って持っていってもですねあのそのテクノロジーの良さが分からなかったりですとかそのテクノロジーを入れるためにそのオペレーションを一から考え直すというほどのモチベーションがすでにかなり儲かってるのでわかないというところでなかなか入っていかない。 なので、まあ、何だったらもうじゃあ作っちゃおうということで作ったのが昨年10月にオープンしたクリニックホアマチになりますでクリニックホアで提供している患者体験っていうのはここはあの直近で実装予定のものも含めちゃってるんですけれども、えっと、予約して来ていただいたらですねトータルでかかる時間が平均だいたい15分ぐらいで短いと6分ぐらいで終わりますで、夜遅くまでやってますし土日もやっていてキャッシュレスに対応していると。 でえっと、タクシーみたいにです、ね、クレカを登録してもらえればスマホ1台で来てそのまま薬受け取って帰って決済は後でやりますといったこともです、ね、オンラインで見れるものはオンラインで見ますし過去の検査結果もスマホで見られるとでこういうです、ね、クリニックを作ってみたらです、ね、患者さんの反応がすごい良かったですと。 でビジネスとしては急速に立ち上がりまして数ヶ月でバッと立ち上がって1日の患者数がですね大体平均150から200人であの高止まりしてますでこれはの普通のクリニックと医師数がほとんど変わらないので大体比較すると3倍ぐらい来ていてで年間ベースに直すと売上が約3億円ぐらいになりますでユニークユーザーで抱えているのが2万人これ1クリニックあたり2万人で,で患者の約8割が20代から40代ですと。 であのこの口コミ4.3ていうのはですねグーグルのクリニックで言うとかなり高い方で2とか3つけられちゃうんですけれどもこれは昨日ですね私が取ってきたその,あのスクショなんですけどあの本当にいろんな方がレビューしていただいててあの本当に満足したとかあのこういうクリニック待ってたっていう声をいただいてですねあのまさに若い層にこういうクリニックって必要だったんだなというのを改めて確信しています。でですねあの えと患者のためだけじゃなくてですね働く人のためになるククリニックも目指していますで、あのー、これ実際に一緒に今働いていただいてる医師の方なんですけれどももちろんその開業したいんだけれどもビジネスのやり方がわからないっていう方も一緒にやってますしで実際に女医の方で子育てと両立したいんですけどそういうオペレーションのところは任せしてクリニックをしたいですとか日頃は研究に打ち込んで土日の空いた時間で臨床することによってもう肝をにぶらせたくないっていうこういう若い あの医師の方のニーズに応えられるようなクリニックにもなっていますしあと看護師とか、えー、医療事務の方っていうのはですね一回看護師とか医療事務で勤務してしまうと看護師医療事務にとどまってしまってその後のキャリアもですねずっと看護師とか医療事務のままっていうことに不安を抱えられてる方ってあのいっぱいいらっしゃるんですね。 でうちのクリニックはですねあのスキルに応じてステップアップしていって現場リーダーだったり店舗マネージャーだったり他店舗を見る本社スタッフにもですねあのステップアップしていけるようなですね体制ですとかビジネス研修で幅広い能力を身に,つけいただく身につけていただくというサポートもやっていますと。で今後はですねこういう拠点を急拡大していくっていうのもありますし あのこれまで若い層のプライマリーケアのデータが取れなかったからできなかった、まあ、AI でインサイト出すとかそういったことがあの今後こういう現場があることによってできるようになるというふうに考えてます。で最後になりますけれどもこういういろんな方々のです、ね、ためになるクリニックっていう意味でのクリニックフォアを作ってですねそこを起点にいろいろなデータとかサービスとリンクすることで世の中のウェルビーイングに貢献するという意味での「リンクウェル」をぜひ覚えて帰っていただけたらなと思いますす応援よろししくお願いします以上です。 ありがとうございました。ありがとうございました。では次、与党の方に移りたいと思います。では赤坂さんどうぞ。はい、えっとありがとうございます。えっと会社株式会社で多分やられていて、はい、これ自体はクリニックは多分医療法人だと思うんですけど、そ,ね、その医療法人からその M.S. 法人に売り上げを付け替えていく。 その今後の事業計画というか何を売ってやっていく何を売って成長していく会社なのかなっていうえっとです、ね、そうですねあの完全に株式会社とおっしゃる通り医療法人というのは別では分けてましてでうちはその開業支援での支援料ですとか業務委託料およびそのシステムの利用料っていうものを固定費だったりあの患者さんがいらっしゃる数に応じていただくっていうそういうようなフィーモデルをあの提供して事業をしています。千、は、葉、い、さんどうぞ ありがとうごございいいいます。すごいごいす。いいビジネスですあの続きの質問で1.3、はい、億円ぐらいの年間の売り上げということなんですがそこからなんかざっくりです、ね、1>, 1店舗3億円ぐらいの、はいえー、年間の見込みの中でどれぐらいのなんか売り上げどういうビジネスモデルなのかなと思って要はフランチャイズをベースとしたものなのか直営店モデルなのかとか。はい そうですねあの直営というかです、ね、どれぐらいの収益性があるモデルになっていくのか、ね、あのパートナーシップを組んでやってるのであのクリニックで立てた売り上げからそういう委託料とかそういうフィーをもらうっていう形のモデルになっていてですねだいたいその3億円でそのクリニック冒頭申し上げましたけどだいたい営業利益が4割ぐらいのビジネスになりますのでそこをまあ 既存しないぐらいのフィー設定でまあいただいているというような形ですね。松本さんどうぞ。三億円っていうのは、えー、えっと何が三億円なんですか。<laughs> あのクリニックとして立ててる売り上げが三億円です、ね。クリニック全体で。はい。えー、あの私はあのある病院の理事やっていて、はい、で見てるんですけど経営大変で、はい、なかなかそんなにマージンって案外ない。 ですけれども、四、はい、割も出ます。そうですね。あのいうちのクリニックはだいたいそれぐらい出てますね。なんでななんで出るんですかね。<laughs> そうですね。あの <laughs> ですね、一番多分ですね、病院やられててかかる人件費ってお医者さんの人件費じゃないかなと思うんですけど、うちもあの。 1>, 大体ですね、1割2割ぐらい医者の人件費にはなってましてただですねあのその医者の方がどれだけの患者さんを見るかによって売上が変わっていくモデルになりますとなのでお医者さんがやらなくていいものはそれこそ問診事前問診で取ったものが自動でカルテに記入されるですとかそういうその医者がやらなくていい業務っていうのをシステムですとかオペレーションで解決してるから利益率が高いっていうそういうようなモデルになってます。 こういったオペレーションの改善というのは基本的には、まあ、アメリカであったら例えばカイザーパーパネットだとか保険会社がまあこうう、まあ、改善を促してそれをまあ利,益の、まあ、利益を上げて、まあ、保険会社を得をするという形だと思うんですけども保険会社の提供は今どう考えられているのかなというのが一つと、まあ、基本的に日本は国民の保険なのでまあなかなか難しいと思いますけどそれ一つともう一つはあの、まあ、こういったビジネスモデルであのなかなかですねまあ、まあ グループて今、大手のところが参入したときに、まあ、なかなか向こうもほぼコピーできてしまうようなところがあるじゃないですか、はい、こういった例えばクレジットカードの決済だとか、はい、そういったときはどういったところ、差別化されてくくのかなと思いますす、はいまあ、そうですね1点目の保険会社との共同です、まあ、あのそれすでにです、ね、保険会社の方からアプローチを受けていまして、例えばうち に抱えているそそういう検査結果ののデータですとかその患者さんがプライマリーケアのところでどういうビヘイビアをされているかっていう個人を特定しない形でのデータを使ってあのいかにいい保険を提供していくかっていうそういうこのうちが現場を持ってるからこそできる提携っていうのはあるんだろうなというふうにはあの初期的には考えてますしであのこま真似されるんじゃないかっていうのはもちろん。 あるかなというふうには考えてますけれども世の中にすでに10万個クリニックがあるんで例えばうちが今後3年でやろうとしている100店舗つ 作っていくっていうところですごい度競合するかっていうのに比べるとマーケットがまだまだでかいなというふうには考えてますしあのですね一回ガッと広げてここのクリニック4を使い始めたってなるとなかなか他のクリニックにスイッチしようっていう逆にこう後から入ってくるところがどうやって競合優位を見せて我々に勝つのかっていうところの方が結構難しいんじゃないかなというふうにも考えてます。はい あの同じような質問なんですけど、大体1店舗あたりというか一クリニックあたりどれぐらいのお金設備投資金額っていう必要なんですか。あの先ほど百店舗とかおっしゃってたんで、そうす,、ねはい、それするとそれだけ資金がいりますよね。資金はそうですね。あの場所代ですとか機器代とかっていうのはかかってきますけれども、はい、大体今のペースでいきますと半年とか遅くても一年ぐらいでは回収できるぐらいのあの投資ですねあ。リクープは半年ぐらいで,で。そうですね。半年とか一年ぐらい大体なので、はい、えっと なかなかちょっとスケールメリットが取りづらいビジネスだと思うんですよね、はい、だからちょっとあのおそらくみんなと同じような感じなんですけど収益率そこまで上がりますかっていうのはおそらくちょっとあれなんです,けどそうですねなのでまあ拠点を増やしていくっていうところだけですとどちらかというと直線的ですけれどもなのでここで起きてる現場を持ってるからっていう強みの上にさらに何を乗っけていけるかっていうのがあのネクストステップかなっていうのは我々も認識しています。はい はい、ありがとうございました。はい、以上です。ありがとうございました。皆様、改めて拍手お願いします。